りそっくり出さんといてなくない。これね、新しいテーマいきます。図形の糸、ね、図形の糸には何種類かあります。横にそのままずれていく移動、ね、転がりながら動いていく移動、円が回る移動、ね、3種類、大きく分けて3種類あるんや。回転と、ね、あるんやけど、今日やるのは横に動くやつと回転、この2つをやりたいと思いますが、時間的に厳しいので協力をお願いします。もたもたしないでって言ってるわけよ。ちょっと字が読みにくくてごめんね。動くのはどっち？正方形、長方形、どっちですか？正方形の方が動くよね。はい、ずらしていって、このグラフは重なった部分の面積を表しているわけです。はい、ですから、最初、ゼロです。最初ゼロです。次、どうしよう。ごめん。何センチ動いて何歩？2センチ動いて10。5センチ動くまで10。7センチ動いて0に戻りました。ということは、最初は0です。2センチ動いたらどうなったの？こうなったわけですね。2センチ動いたら、ここが2センチ動いたら、この先頭がね、2センチ動いたら重なりはこうなったんですね。いい。ではここの方。5センチ。面積が10ということは、これは正方形の一辺ですね。はい、ここまでまず確認してください。これで1番、2番が解けたわけです。1番は2センチ、2番は25ということになりますね。で、5センチ動くときまで10のまんまということは、こういうことです。5センチ動くね、ちょっと太いね。こいつがここにいたやつが5センチ動いてまだ10のまんまというのは、重なる部分は違いますけど、ね、重なっているのはこの部分ですね。ここの、ね、分かる？ 2×5 の部分ですね。だから5センチまで一定なのわけは分かるね。そのことから5センチで出してもいいんですけど、まあ 2×5 で、ね、出した方が早いでしょう。じゃあ9になるのが2回あります。なぜでしょう？
一つはこういう状態、入りきらない、もうちょっとでこの状態になりますから、でこうなったら10だからね、入りきらない、はい、ここ何本、そうですね、縦5センチはもう分かってるわけだから 1.8、はい、もう一つはこう、ここが 1.8、 はい、何センチ動いてたわけですか、先頭はここに行けんの、先頭がそうやね、先頭は分からんかな、表にそうやね、あと 1.8 で出るわけが 7-1.8 で 5.2 やね、ごめんなさい、はい、それでいいです、はい、次行きましょう、ユーラの3種5等はさあ、
似たような話だけど、今度は速さ秒速1センチって言ってますね。だから1センチ動くのに1秒かかるわけです、ね、さっきはただの移動距離やったけどね、必要に応じてこういう図をね、必要に応じて書いててください。元の図を潰すのは、まあ、ここにある程度あるからいいですけど、元の図を潰さないようにしましょう。正方形の方がでかい、まだか。このグラフ読みにくいけど、この下に数字3、8、11、ね、確認で入れといたからいいと思うよ。3秒後はどんな状態？3秒後は3秒後に最大値になったわけよ。3秒間でここまで入ったわけね。つまり3センチ動いて面積が12平方センチやろ。ということはここは4センチ、ね、長方形の縦は4、横は3ということになりますね。で、はい、で8秒後までこの中にいらっしゃったわけね。つまりこの先頭が今から出ていきますよというわけ。これはさっき全部入りましたよの状態、ね、ということはこれが 8秒で出ていくことになったんやから、初めここにいたの、今先頭だけ注目してますよ、ね、これは何センチ、8センチってことになりますね。正方形の一辺は8センチやから面積は64です、はい、ここまで落ちますか。はい、じゃあ次、重なっていない部分の面積をグラフに表してください。
最初重なりが0ということは重なってないのが全部ということですね。全然重なってないわけだから12ということですね。だからこれは12からスタートです。正解ですね。で、重なりが12になるということは重なってない部分が0になったわけね。これ重なり、全部重なってるということは重なってないところが0でしょ。中に入ってる間は全部重なってるわけだから重なってないところはない、はい、完全に消えてしまう。11秒後書いてませんけど11秒後こういうことで、こういうことで、ね、11秒後に完全に出たということは重なってないところが12になったわけですから、こうですね。この逆型になればいいわけですね。 OK、はい、では3番じゃあ2番に行こう。これは図が、ね、2センチ動いたときは図2に書いてあるからいいけど、32のとき、10に動いたとき、ね、図を書いた方が安全です。もちろんこの元の図を潰すんじゃなくてね。
ここなんぼ。分かってるね。分かってないんかい。重なりが16でしょ、2センチ入った時に。面積が16でしょ、グラフから、あの表から。だから縦8やん。それ分かったことやばいよ。時間上げてるで。いや、30になるってことは、ここが8って分かったんやから、ここは4。はい、ただこれ実は際どかったんです。気づいてた。はい、ただ大丈夫。際どいっていうのは、ここが8だったら、ここは4。ここだ、これ直角二等辺三角形ですから、こいつら。ここが4。4が限界だったわけです。4以上動くと、この角が、この三角形を突き破るわけです。出てくるわけです。はい、だから、12の時は、勝手に、あ、6倍やから96なんて思わない方がいいです。はい。12動いた時の図を書いてみましょう。12でこの長方形の横の長さも12やし、直角二辺三角形の一辺も12やから、ここがぴったり、ぴったりじゃないけど、ね、すっぽり入り込んでるわけね。けど入ってるのは台形です。ここは入りません。はい、じゃあここが4やから、ここは4、8で12。はい、台形4たす12、かける8割る2。ね、なりますね。64ってことになるでしょう。ね、はい、次第一、3番いきましょう。これは図を描いていくね。秒速 2.5 センチ。あのね、ちょっとここだけ正方形書くの後、先にこの EFG の方が書きます。で、正方形をいきなりね、みんなこういうのを書こうとしてるから難しくなるわけです。正方形という図形が動いたわけですけれども、図形が動いたと考えずに4つの点が動いたと考えている。ABCD という4つの点がそれぞれ
15センチ動いたよと考えるわけです。言ってることは、15は 6×2、2.5×6 ね。秒速 2.5 で6秒間になる15センチね。はい、まず C。僕は先頭から行きます、先生も。C は15センチ動きました。中に入れたでしょうか、入ってないでしょうか。入れたね、何センチ入り込んだ。F よりも3センチ、ね、中に入りました。わかる ?15-12 で。まあ、目が動いてへんね、大丈夫だよ。頭動いてへんやけどね。C のあの位置から15センチ動けば F を到達して、F を超えて3センチのところに来ますねって言ってるわけです。こういうのを4つの点を書き込むんです。まず EFG はみんな書いてますから C を私書きました。じゃあ B はその4センチ後ろにいる点ですね。だから中に入ってますか入ってませんか。入ってませんね、はい、入れてよダメ、はい、B は外です。当然 A も外です。だから B の上やから問題は D です。 D は中に入ってるでしょうか入ってないでしょうか。正方形をパッと書いてしまったらそこら辺が曖昧になってしまうわけです。 D は C の上4センチです。こいつは直角二等辺三角形ですから D は3センチでこの、ね、斜辺にぶち当たるわけね。直角二等辺だから、だから D は出てます。はい、確認してください。っていうふうにやっていくんですよ。いきなり四角形を描くんじゃなくても、はい、もちろん A はそっちです。じゃあ重なりはこれですからむちゃくちゃ簡単。答え出たね。 3×3÷2 やね。 4.5 になります。はい、次は7秒後1回1回消すよ私はね。黒板ね、いいね。君たちは一個一個別の図を書くんだね。というように EFG から書くんですよ。17.5cm 動いてますね。C は中に入りました、はい、F から何センチそこにいる。 5.5 ですね。分かりました。 B は、はい、入ったね。これが 5.5 です。ここは4ですから B は入ってるね。 1.5 入ってるね。 OK、じゃあ次 D は
入ってるね。さあもう一人 A は入ってない、入れてよ。またバッカン言われてる、こういう状態です。書けてた。じゃあ必要面積を出すのに必要な部分の長さを書いてください。必要なのはここやね。ここは何も。じゃあここは。いろんな出し方はあるやろうけど、私はこれからここを取ればいいと思います。正方形から角を A が入ってない部分を引けばいいと思います。CC16 から 2.5×2.5 割る。これ 6.25 の半分で 3.125 なんです。だから16から3引くから 12.875 です。6点じゃないよ。12の花子ちゃん、はい、はい、では3番が正方形の等しいってことはどういうこと？分かってる。重なった部分の面積が正方形で等しいよってのは、変化がないんだけど、正方形と三角形の重なりの面積が正方形の面積と等しいよというのはどういうこと？正方形が完全に三角形の中に入り込んでるわけね。全て4点とも。わかる？正方形というのは私は4つの点と考えたらいいと思います。一番最後に入るのは誰？ A です。だから A が入ってからですね。わかる？ここが A です。図できたら2つ書いた方がいいです。書いてる？はい、書いてる。A が入ってから誰が俺らも出ていくぜ、こんなとこっていうの。D やね。D が最後、女らプー言うて出てくるわけですね。はい、この2つの図を書いとけば問題は解決するような気がするよ。
A が入った時、先頭の C はどこにいるかって考えるんでね。はい、A は今ここを入らんの。で C、僕は C に注目しますけど、C は今 F から何センチ入り込んでるの？ F からと言ってるわけです。F から8センチ。じゃあ移動した距離は C の場所、最初の場所から言うと20センチ動いたことになりますね。何秒かけて。必要な式、図、数字、全然ないぞ、お前。記号もないやんけ、お前。典型的な分かった気になって、ふんなずいてるだけで、次やった時に全然できないパターンですよ。あんたの授業の受け方は。8秒ですね、だからね。はい、次。D がここに来たということは、C はここね。ここは。はい、じゃあ C は何センチ？ F から何センチ？はい、じゃあ F までに12センチの14センチやから、はい、何秒かかったか分かりますね、計算して。できてるかな？まだかな？あ、できてるな。はい、OK。よくできました。10人足す14足す4で26センチ。10人足す10だ。10足す4で26センチ動きました。10.4 秒かかって、だから答えは8から 10.2 ということになるわけね。はい、ほんまは休憩取りたいんですけど、トイレ行きたいか、行きたかったら行っていいよ。はい、小テスト返しておきます。最後のこのこれが頭くるのがやるかと思う。問題集の解説の時にしたはずです。切り口はなんで直角三角形ね、見た目は直角三角形かもしれんけど正三角形言うだろう。勘弁してよ。はい、では裏いきます。できるところまでいかせてもらいます。次の移動です。今やったのが平行移動、これに次は回転です。来週は転がりをやります。三角定規の角度は知ってるね。45度、45度、90度の直角二等辺三角形と36度、90度の直角三角形ね、三角定規は2組ね。で、36度、90度は正三角形の半分ですね。大丈夫？45度、45度、90度は正方形の半分ですね。今 B を問題読めてる？B を中心に C が AB の延長上に来るまで回転させました。何度のことでしょう？わかる？この B、ここを動かさずにこう回ったわけ。これも延長上に D が来るってことは、ここ何度、さっき言ったように60ということは、回転した角度は何度回転ですか？120度回転したことになるわけですね。しかし、はい、まずそれを確認してください。120度という数字だけ書くんじゃなくて、何のこっちゃねんそれと。120度回転したのは BC だけですか？ BC が BD になっただけですが、違うね。人間の体が例えば 100m 走れば、暗用も 100m 前に行きますけど、頭も 100m 前に行きますね。ケツも 100m 前に行ってるはずでね。ケツだけ 80m しか動かなかったら、うわー
これの月って後ろに置いておくことになりますね。だからこいつが120度回ってたら全部120度回ってるわけよ。この C がこうなるだけじゃなくて A もよっこいしょいちとこれ120度回ってるわけです。それが書いてあるわけです。じゃあ今何センチ動いたんですか。 A は E まで式を作ってください。長さ分かってるのだけ書き込みましょう。これ8センチです。大丈夫ね。 3.1 を使ってね、書いてあるね。周りの長さは半径かける半径なんで書かんといてや。大丈夫ね。82π ね。直径かける 3.14 で円周やで。それの360度分の120割り切れません。こういう式です。3分の何π？ 16π やね。3分の16は小数になりきりません。 5.333 で割り切れないから、こういう計算は先に 16π を計算します。 16π 何個、もう頭の中パッと言えるようになっておいてほしいな、この時期やったら。 8π は 25.12 ね。 8π はでその場合やから 50.24 ね。 8π が28に16やからね。 8π の 25.12 の2倍で 50.24 割る3で四捨五入するわけで、はい、やって。分からない人は 3.14 を頭にした筆算でやってくださいね。けど 1π から 9π までも頭に入れとかないといけません。 7π は 21.98 とパッと言えるようにしておいてください。はい、16.74466666となりますね。だから小数第1位まで求めなさいから第2位で終わってね。第2位した分に 16.7cm です。次、斜線部分の面積ね。 AC の通った後、つまり A はこう動いて C は C で120度回って D についたわけね。まあ、斜線部分の面積ってここです、ね、こういうの通った後のことを奇跡というわけですけど、通った後奇跡って言います、ね、奇跡にもいろいろありますけどね。こっちの奇跡じゃないよ、これはミラクルね。奇跡だ、ね、池様が僕に来れるなんて奇跡だ。ありえないってことですね。ありえない。はい、全体から白を引く意味分かるかな。奇跡の問題は面倒くさくても何が臭くてもお尻が臭くても必ず僕はこれを書かせます。全体というのはこの図形全部今見えてる、これ足すこれね、見てへんかったね。芝生の全体は何足す何、扇形プラス三角形、扇形の大きいやつの大って書いてもいいけど、扇形の8というふうにしておきましょう。半径8の扇形ね、プラス三角形ね、直角三角形 ABDE ね。白は今から赤くしますけど、これプラスこれね、扇形プラス三角形、扇形の何やろあれ、名前は何つければいい、
半径なお名前につけてるわけで、扇形の8から扇形のここ何個、ここ何個、これがパッと言えないレベルなのか、つらいかな、3年生以下ですね。さっき言いました、三角定規、2つの直角三角形、1つは正方形の半分、1つは正三角形の半分だと言ったはずです。そうやね、これが8ならばここは4ですね。30、60、90っていうのはそういう三角形です。30、60、90は正三角形の半分です。むちゃくちゃよく出ます。もっとしてんじゃねえ、本当に確認せえって元で。情けないレベル、本当にこの4がパッと言えない5年生、信じられないです。じゃあこれで三角形の面積は出ませんけど、出す必要はありません、消えますから。じゃあ扇形から扇形、扇形も消えるやんけって言わんといてや。じゃあ扇形の8から扇形の4引くわけですよ。はい、計算、まずこれ書けよ、絶対に写すんちゃうで、確認しながら書くねんで。じゃあ式立てろ。さっきの1番でもう365の125が3分の1っていうのを使ってますから、もう3分の1で結構です。引く44π の3分の1、大丈夫やね。8から4引いたら4やんけなんて、そうやってませんよね、そんなこと。式もないんかい。8の扇形から4の扇形で引いても4の扇形にはなりませんよ。88-44 ですよ。この前やったのを使ってもいいけど、計算の夫婦ね。ワートさんの席に直しても構わへんけど、まあ、これくらいやったらもうまともに計算してもいいでしょう。3分の64から3分の16引いてから π やで。これは四捨五入の必要はありません。16π になりますから 50.24 です。で4番いきましょう。
とんど見えなくてごめん。全体から白を引きます。その前に補助線を1本引いてください。今 AC ダッシュに動いたわけです。中心と半径っていうのが円の問題では絶対とは言いませんけど9割以上の確率で使われます。つまり A が中心で回転してるわけです。半径 AC で動いてるわけですこれね、はい、では全体は何足す何2型はい、その通り大型1つと三角形2つでね、これとこれやね、三角形を2つで六角形とか言われてるよ。白は誰が見たって長方形です。だから斜線部分は長方形消えますね。三角形を2つで長方形ね、まあ、3、4、12ぐらい計算しても構わへんけど、その必要ないね。だってほら、あんまりお勧めしたくないけど、これがそのまんまここにはまりますね。そうすると、斜線部分は扇形一丁、それだけだということになりますね。半径なんぼ？はい、式作ってる？25π は頭でさっき言えますか？無理ですか？はい、78.5 それ割る6ですから 13.08333333 です。小数第2位者5人ですから 13.1 です。はい、次行きましょう。5番、
対は何？半減プラス三角形。半円の名前は半円十三。これね、全体はこの黄色の半円と三角形ね。白は今から赤くしますけど、この半円、クソもなんだよもう。これプラスこれやね。半円の五やね。半径変えとけばいい。プラス三角形です。OK。三角形の面積計算できるようにしません。同じものですから。じゃあ式は。4番とほとんど一緒やね。
はい、行きます。止まってるんだね。パッと出ないってことは全体は何と何？はい、その通り書いてるね。はい、白は正方形の面積90やけど、いりまへん、ね、いや、残るのはこれだよ ね。これもさっきと同じようにあまりおすすめしたくないけど、こうすれば扇形一丁やってことが分かりますね。ところが扇形の半径はからないようで大困りですね。困りの人、はい、分からない方が幸せなんです。世の中にはそういうことがたくさんあります。知らない方が幸せです。人の気持ちなんて分からない方が幸せです。まあそんなことはどうでもいいや。半径分からなくても平気です。私はその方が幸せです。円の面積は半径×半径 ×3.14 ですね。半径分からなくても何が分かってたらいいの？直径対称で直径分かってたら半径分かるからね。半径分からなくても円の面積は半径×半径が分かっていればいいわけでしょ。ヒント終わり。半径×半径、この半径は別名何と呼ばれる線ですか？対角線と呼ばれる線ですね。対角線×対角線、正方形の面積は対角線×対角線割る2ですね。それが90でしょ。これもよく入試では使われる手です。じゃあ半径が分からなくても半径×半径が分かれば出るんだから、はい、これは180です。はい、ここ確認、これ大事。だからこれは今確認してくれたようにここが180ですから35回、39.9ですかというふうになります。さあ時間きついけど7番いきます。までのまとめみたいなものですね。泣くぞ、わめくぞ、暴れるぞ。
番の全体は何かすなり。これね、オーガットプラス半分ね。白は半分ね。だからこれ消えますね。これだけのこれね。大丈夫ね。欠けてる？欠けてますか？はい、で、僕を描かないような小石以外に大事なのは9センチはどこですか？半円の半径ですよ。ということはここが、これが9ですよ。だからこの扇形に必要なのは9じゃなくて18ですよ。分かっていた人、9でやってませんか？やってましたね。チン。18π の30と分。27π でいいね。約分してもちろん。84.78。時間来てるけどやらせてもらいますね。お父ちゃんお母ちゃんには悪いけど、ね、下で覚えてもらいます。はい、今度も図に AG が6センチって書いてあるんやから、6センチで必ず書き込んで、ここが何センチかの確認をしてください。ここはだから12センチね。で全体白、ね、確認よろしく。全体は半円プラス、全体これな、半円プラス扇形ね、の12円で、白は甘辛、じゃあ恥ずかしい、高くなるわ。半円プラス扇形のこれね、6年。はい、じゃあ式は半円ね、ね、12π の、はい、今度は何度？せんね、式こうなんですね。56.5 となります。はい、今日皆さん、今日はここまでにさせてもらいます。どうしようかね、次。わからんでも結構です。できるところまで考えてきて、ね。今度こそ水曜日に説明します。最後はね、授業入ってないから、あの、お前らの授業しかないからね。間違いなくね。この前も他の子の授業があったから、いいわけです。